98式直接共同偵察機98式直接共同偵察機98式直接共同偵察機は大日本帝国陸軍の偵察機基番号は機36略称故障は98式自家橋偵察機98式自家郷98自家橋、自家橋機など連合軍のコードネームはイダ開発は立川飛行機製造は 立川と川崎航空機、満州事変以降、帝国陸軍では拡大する大陸の戦線に対応して、前線の地上部隊と緊密に共同しての偵察や観測及び要請があれば、武装の機関銃や爆弾にて、地上攻撃をも積極的に行う直接共同偵察機の要求が高まっていた。この構想は、世界初の戦略偵察機である司令部偵察機の 海の親として、また貢献機パイロットとして、公式世界記録を樹立したことでも有名な、テストパイロット、陸軍航空技術研究所の藤田雄三章紗羅が提唱したもので、前線での運用のための短距離離着陸性、偵察、地上制圧のための低速安定性と、良好な視界、整備性の高さが求められた。1937年に、陸軍は、 その時期狂気に相当した従来の92式偵察機、94式偵察機の後継機器36の開発を立川に指示した。立川としては初めての全金属製機であったが陸軍から97式、司さ,さだの構造関係の資料の提出を受けたおかげで設計は順調に進み、同年4月には試作第1号機を完成させ、4月20日に 初飛行させた。テストの結果は良好で、1938年10月には98式直接共同偵察機として正式採用された。機36は単発機で全金属性、セミモノコック構造の胴体を有し、主翼は低翼単位で下方視界を得るために、外翼前縁に13度の交代角がついていた。 翼端失速を防ぐために翼端にもじり下げを施し、前縁に固定スラットを装備。離着陸特性を高めるためにスプリットフラップが装備された。風防や天外は背の高いものを装備していたほか、胴体下面に大型観測窓が開けてあり、視界確保に配慮していた。また、飛行場以外の不整地での離着陸や艦光下爆撃。 急降下爆撃を考慮して、主脚はスパッツを要する固定式で、かつ頑丈なものが取り付けられていた。プロペラは2羽で2段下辺ピッチであった。生産は1937年11月から開始され、1940年7月に一度生産は終了したが、前線からの本気を要望する声が強く、また、太平洋戦争の勃発から、 緊急生産機種に指定され1942年から生産を再開している。最終的に1944年まで生産は続き、総生産機数は1334機で、立川が最も多く生産した機種となった。単容機の割には短距離での離着陸が可能で、操縦性、低速安定性も良く、エンジン故障が少なく整備も容易だったため、使いやすい。 万能機として前線の部隊からは好評で、偵察、指揮、連絡、対地攻撃などの任務、さらには爆走した特攻機として終戦まで活躍した。また、操縦も容易だったことから、練習機に改造された派生型は99指揮高等練習機として正式採用された。この他、着艦フックを取り付けた実験機や主脚を引き込み式にして、 性能向上を目指した方も、試作、または計画された。満州国の国軍飛行隊も、本機を運用しており、太陽国も98式自家郷と99式公連を発注したが、納入されたのは99式公連だけであった。終戦後、インドネシアや中華民国等の外地で残存していた、機体の一部は、現地の軍隊に接収され、 国境内戦やインドネシア独立戦争などに投入された。これらの国々では1950年代中頃まで使用された。タイの空軍博物館にある98時下境中華、人民共和国の中国人民革命軍事博物館、タイの空軍博物館に一機が展示されている。日本国内では茨城県鹿島灘沖から引き上げられた波13、高エンジンとプロペラが 鹿児島県南薩摩市の万世、特攻平和記念館に展示されている。2010年8月15日には、沖縄近海で、エモンズに突入したうちの一機のエンジンやプロペラ、足や操縦艦などが発見された。出展、日本の名機百戦、日本軍用機の全貌、国産航空機の系譜では、セミモノコックとなっている。1945年8月19日には、 満州に侵攻したソ連軍機構部隊に対し、満州国に展開していた航空部隊の一部によって編成された新州不滅特別攻撃隊が爆走した本機を用いたい当たり攻撃を行っている。ありがとうございます。